4月10日月曜日、南伊勢高校として14回目となる入学式を行いました。今年度は南西校舎での入学式でした。午前中はまず着任式が行われ、新しく赴任された3名の先生方の紹介がありました。始業式では伊藤孝之校長先生から式辞がありました。入学式では南西校舎5名、渡来校舎67名の新入生と保護者が出席し、両校舎合わせて72名が校長先生から入学を許可され、南伊勢高校の新しい仲間となりました。新入生の代表は校則をよく守り、一致協力して勉学に励むことをここに宣誓しますという決意を述べました。宣誓。私たち一同は本日をもって本校へ入学を許可されました。今後私たちは本校の校則をよく守り、一致協力して勉学に励むことをここに宣誓いたします。来賓を代表して小山匠町長よりご祝辞をいただきました。新入生に向けて多くの温かい励ましのお言葉をいただきました。新入生を迎えた南西校舎は今年度44名の生徒が在籍し、新たなスタートとなりました。4月10日月曜日、入学式後、三重大学の西村典弘副学長、小山匠町長より南西校舎の新入生に向けて講演をしていただきました。お二方から、最初は5人になったことが心配だった、5人から何かが始まっていったら面白い、毎日毎日ちょっとずつ努力してください、あなたたちの力はいくらでも伸びます、青天井のように、初めから無理だと決めつけないでください、成功するために失敗してもいい、次にどう工夫努力するか、そういうことを練習する3年間、と努力することや諦めないことの大切さについて教えていただきました。4月12日水曜日、新1年生と2、3年生が対面式で正式に顔合わせを行いました。まず在校生の代表から1年生に向けて挨拶をし、1年生からは高校生という自覚を持って南伊勢高校の校風になれ、クラブや勉強を頑張りたいとの言葉がありました。新しい仲間を迎え、私たちのこれからの学校生活が楽しみになってきました。入学式を終え、南伊勢高校の1年生になりました。今日から高校生という自覚を持って南伊勢高校の校風になれ、クラブの勉強を頑張りたいと思っています。新しい仲間たちと共に先生と未来を実現できるように頑張りますので、先生方、先輩の皆さん、よろしくお願いします。4月13日木曜日、1年生向けにクラブ紹介が行われました。クラブによっては出し物もあり、作品の披露や練習の実演、軽音楽の生演奏、紹介動画、プレゼンテーションなど、各部で工夫を凝らしたさまざまな紹介を行いました。僕たち柔道部は幽霊部についてだと、僕と山部君の3人で活動しています。普段は中学校と合同で練習をしているのか、僕の動画で筋トレをしたりしています。手応え、もういいやー、はい、バン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 。プロジェクト、通称 SBP は、この南伊勢高校南西校舎で最初に始まり、今年で5年目を迎えます。
今や全国の7カ所に広がり、地域活性化の新しいモデルとなりつつあります。すでに1年生が加入し、部活動がスタートしています。それぞれの場所で部活動が生き生きし、活発になってきています。